こんにちは、のりたろうです。今回はアメリカ時間の2022年の3月21日にヘリテージオークションですね、アメリカのオークションでモダンワールドコインズウィンターショーケースオークションということで、さまざまなモダンコインが一堂に会する大きなオークションが開催されます。このオークションにはイギリスの モダンコインももちろん多数出品されておりまして、さまざまな重さのさまざまなグレードの金貨、銀貨、あとはその他にプラチナ貨とかパラジウム貨などが出品されておりますので、かつて2019年のウナライオンの復刻版以来一種の流行を作ってきたイギリスモダンコインの、まあ、現在の相場が、まあ、ここで決まるという意味で非常に注目に値するオークションだと思いましたので、まあ、皆様に情報を共有させていただきたいと思いまして、今回の動画を撮らせていただきました。ここで一つ余談ですが、まあ、ウナとライオンの復刻版で2019年にイギリスから発売された年っていうのはですね、ちょうど金相場が史上最高値をつけた時期と重なっておりまして、異常なほどの値上がりがその時に起きました。でこれはウナとライオンに限ったことではなくてですね、モダンコイン以外にもアンティークコインですねにも非常に資金が流入してぐっと上がった時期でもあります。で、今回もタイミング的にはですね、本日が2022年の3月13日ですが、ロシアによるウクライナ侵攻が現在進行形で行われておりまして、世界が、コロナショック明けのインフレ傾向にあるというのもありまして、各国の中央銀行が利上げをすると発表しているにもかかわらず、金価格が過去最高の、値段に迫る勢いで上昇しているということで、金相場が相当強い上昇圧力がかかっているというような状況になっています。ということで、コイン相場にとっては、まあ、戦争、インフレ、金相場の上昇というような、まあ、相当な追い風が吹いている中で、このモダンコイン祭りというオークション、まあ、モダンコイン祭りっていうのは私が勝手に呼んでるんですけど、が開催されるということなので、さらに大注目になるかと思います。ここで私が注目しているコインを見ていきましょう。はい、ということで、ヘリテージオークションの私がトラックしている、ロット見ていきたいと思います。まあ、こんなチェコスロバキアの少し珍しいような、コインもありますが、イギリスのソブリンとかですね、ゴールデンジュビリーですね、エリザベス2世の50年、即位50年を記念したコイン、金貨とかですね、あとはクイーンズビーストシリーズ、あとはミュージックレジェンズシリーズなどがいろいろ出ます。でその中でもこれですね、プラチナの金、プラチナ貨ですねが出たり、まあ、いろいろなプラチナ化ですね、あとは後ほどパラジウムも出てきたりします。でやはり金が価格上昇するということで、金貨の値段が気になるところです。であとは2019年のウナとライオンのニオンス銀貨ですね、プルーフの69、70グレードは今回出てないのかなという感じですけど、69グレードが出ていたり、あとはニオンスの3グレーセスですね、これが出てきたり、これはグレード70がいっぱい出ています。あとは注目するところとしては、ゴチッククラウンですねのニオンス銀貨の、これはビクトリア女王が出ているバージョン
とかですね、あとは3グレイセスの5オンスとか10オンスとか、まあ、大型の銀貨も出ていたりします。であとはあのクイーンズビーストの最終章コンプリーターのコインの、これは5オンスが出ていたり、5オンスの、クイーンズビーストの10勝目ですね、エドワード3世のグリフィンの銀貨が出たり金貨が出たりということで、あと3グレイセスも金貨ですね、2オンス金貨が70グレード69グレード出ていたり、あとはついこの間発売になったゴチククラウンの復刻版の金貨2オンス金貨が70グレードが出ていたりということで、これも銀貨も出ています。で、様々なコインの相場がわかるのかなと思います。で、ミュージックレジェンズシリーズもそうですけど、この007シリーズも、まあ、かなりいろいろな大きさのバージョンの銀貨とか金貨があるんですけど、4分の1から1オンス、2オンス、あとは下の方、まあ、銀貨もさまざまなものが出品されていたりします。で、あとはこれですね、ミュージックレジェンズの第1弾のクイーンとかですね、クイーンもさまざまな大きさの銀貨、あと金貨もさまざまな大きさのものが出ています。で、クイーンが続いて第2弾のエルトン・ジョン、第2弾のエルトン・ジョンも出ています。で、ずっと続いて、第4弾目ですかね、これがザ・フーも出ておりまして、第3弾のデビッド・ボーイと、これも様々な大きさのが出ておりますので、どういう相場がつくかっていうのも注目なんですけど、まあまだ1週間前なので1ドルで、ビットできるコインなんかもありまして、こういうのも原価以下で買えたら非常にお得だったりしますので、得なコインが買えるかもしれないということで、注目かなと思います。で、先ほどお話ししてたパラジウムですね。で、特にソ連時代のロシアの、これパラジウムか金貨、銀貨なんかも出ていたりしますので、まあ、いろいろと注目する要素があるかなと思います。ということで、これらのコインが一体どのような相場になるかが注目かなと思います。で、オークション終了後には一体これらのモダンコインにどのような相場がついたのかっていうのを同じコインについて結果報告したいと思いますので、注目していただけたらと思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご視聴いただいてくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。